はい、こんにちは、カズマです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドで続きやっていきたいと思います。まあ、左上の時間見てわかる通り、前回の完全なる続きなんですけど、全クリしましたね。全クリっていうか、裏ボス倒しまして、まあ、ね、そのクリアした後、格闘場とか変化起こってるかもしれないとかね、あと、辞表の国の変化があるかもしれないとかあるので、そこら辺回収しようかなと思います。とりあえず格闘場行ってみようか。バニーオババに話せてたね。お、ミレウがいる。あ、テリー、あなたも格闘場へ来たのね。私、バニーおばばさんに話を聞いて、今回のイベントの対戦相手が分かっちゃった。すごい人よ。あなたくらいのマスターしか太刀打ちできないんじゃないかしら。テリーじゃないか。お前さんを待っておったんじゃ。格闘場の新しいイベントが始まったぞ。その名も、伝説のマスターに挑戦じゃ。お？退治の伝説のマスターと対戦し、勝てば商品がもらえるというお得なイベントじゃぞ。どうするテリーよ。早速伝説のマスターに、いいのかな。だってあそこ倒せるような強さじゃないといけないってことなんだけど、瞬殺しましたからね、ゼメルギアスね。はい。もうよくと申した。それでは格闘場の舞台に進むがいい。究極いてこそなんぼみたいな感じじゃないの？わかんないけど。何出てくるの？モンスター爺さんかな？前そうだったよね。会場の皆さんお待たせしました。これよりイベント対戦を開始します。まずは挑戦者、今回の星組大会王者、マスターテリーの入場です。そして対するは、数々の伝説を持つ大樹が誇る超一流マスター。やっぱそうだ。モンスター爺さんの入場です。これまあ、ゲームボーイはレトロの方でもね、いたけど、まあ、ちょっと違うし、やっぱり。お前さんと戦えるのを楽しみにしとったぞ。さあ、どっかでもかかってくるのじゃ。これ代表にしたら楽だったんじゃないの？ああ、2枠2枠だ。ここにあれいましたよね。なんだっけ？これ、両方ともまだ作ってないわ、自分。伝説と伝説のぶつかり合い、どちらが勝つのか、全く予想がつきません。ローズバトラーとかあれ、レトロもいたよね。だけど、枠がね、今回、2枠2枠でも4つ使ってるので、まあ、その分強いんだろうな。それでは、試合、開始です。まあ、ゴールデンスライムが防御系で、って話だろうね。姫将軍が何とかしてくれるでしょ。お、地響きとかやってるし、ね、強いよね。お、いいですか。どうエルギオスも強いからね。強いかねって言うから自分好きだから使ってんだけどね。1枠だし。モンスター爺さん瞬殺。経験値もらえんだ。かっかか、さすがじゃ、テリー。わしを任すとは大したものじゃぞ。よし、それでこそわしに勝ったご褒美にこいつをやろう。大事に使うがいい。お、5枚。あ、これ毎日違うんかな、もしかして。しかし、お前さんとのバトルは最高じゃ。次に戦える時を楽しみにしているぞ。お、あのモンスター爺さんに勝つとはお前さん、本物じゃのう。あっぱれじゃ。あ、やっぱそうだ。このイベント戦は1日1回までなんじゃ。じいさんのパーティーは日替わりで変わるぞ。あ、じいさんと変わったんだね。日付が変わったらまたここに来てモンスターじいさんに挑戦するがいいぞ。多分これでもらえるモンスターいるね。まあ、何もらえるかはやって紹介しますので、先にね、行ってしまわないようにお願いします。動画でちゃんとやりますんで。それと、まだ行ける場所は多分あると思うけどね。ここの扉もね、あるよね。確か。ここずれるよね。さて、それもそうだし、ね。まあ、行ってない場所はあるんだよね。あれ、ここ開けてからじゃなかったっけ？それって。もうじゃんけん勝ったよね。え、これ、まあ、やってない？また。え、待って、今、グーでアイコだったでしょ？一緒かな？パーグー？パーチョキグーだっけ？
あ、違う。パーグーチョキ。まあ、これ、まあ、参考になるか分かりませんけど。パーグーチョキ。グーパーってやってみようか。お、あった。パーグーチョキグー。やった。お前強いじゃねえか。よし、お前に褒美やろう。格闘場の裏口の方に行ってみな。いいこと待ってるぜ。え、これやってなかったっけ？結構やってないね。格闘場の裏口の方に行ってみな。裏口だから、待って。あ、やっぱり行ってないわ。格闘場裏は、まあいいか、ここから行っても。じゃあちょっとクリア前にも行けたね。これ多分行け、クリア後かな？違うよな。階層見たらな、大したことねえと思うけど。こことちょっと樹氷も行きたいんだよね。企みの扉。何階建て？これ。あ、14階か。わ、ズッキーナとかいいんじゃん。これは捕まえましたね。ちょっとここもやってみようか。まあ、行ってないところもいいんだね。こっち行ってからクリアでもよかったけどね。もう十分通用するので。これ結構前の扉かも。ここと、あと、まあ、時間あるんで樹氷とか行ければいいかな。ちょっとクリア後行ってなかった場所。あと、まだ1個あるんですけど、あ、ガルーダ捕まえてね。これを作ろうと思ったんで、ヘルコンドルとこれなんかでできるんで。ね。あんだけ作っといて、まだガルーダ作ってないですからね。これもちょっとね、特殊だったよね。なんだっけ、ヘルコンドルとなんだっけな、アトラスじゃなくて、なんかだったと思うんだけど、これ。結構きついし、まあずっと前のね、動画からなんだけど、何々ブラウニー使わないんですかとかね、何回も何回もコメントくんですけど、自分も先取りしちゃってるんで、あと前使ってたのもさ、使わないんで、自分。好きなように開けますんでね、そこら辺はよろしくお願いします。だ、使ってないものは使ってないってことなんで、何々しないんですかって言うと、使ってくださいって言ってるようなもんなんで、自分の動画じゃなくなっちゃうんでね、そうしたら。さて、天候を変えたらまた違うのいるでしょ？ガルーダ、暴れ牛鳥。そんなもんか。あれ、暴れ牛鳥だよな、あれ。色違うね。違う。他国のマスターいればちょっと美味しいんだけど。だから今回ね、ちょっとたまたま順番ね、行き忘れの、まあ、扉なんかな、これと思うけど、まあ、こういうことになるのでね、先に最強のモンスター作ってやったら簡単ですよとかやると、こういう状態になっちゃうんですよね。まあ、今回ちょっとミスっただけだけど、で、捕まえてないのもたまたま出てきたからね、いいでしょうけどね。まあ、本来だったら順番逆なんですよね、これ。
だからこの間に多分ここ配信されてる時ね、まあこれ収録してる時にまだすごい前の方だと思うんですよ、配信されてんの。なんせパート7配信してた時、パート30まで自分作ってましたんで。だからこの企みの扉行ってないですよってコメントもしかしたらあったかもしれないけど、別にね、今この配信してる時は、そこまで多分配信してないので、自分、全クリしてるかしてないかぐらいだと思うんですよね、配信の部分は。っていう時間軸でやってますって一番最初言ったんですけどね。だから寄り道して、ラスボスた、あ、裏ボス倒した時ね、こんなとこ寄ったら余計ね、もっと強くなったかもしれないですね。だから魏明将軍クラスを、まあ何体か持っててって話になっちゃうから、だから一旦キル普通に行けますよね。これってレアでもないか。お化けキャンドルなんか作ったっけ、これ。あ、作ってんのか。だいぶ前すぎて覚えてないだけかもしれない。まあ、一日一回戦えるなんか日替わりってああいうことか。まあ、なんか出てくるんだろう。で、多分、まあ、今までのね、モンスターズの経験上、まあ、普通の無印のジョーカーの時もそうだったけど、プロフェッショナルに、ね、なった瞬間ね、わけわかんないぐらいね、普通の方法じゃ倒せないような相手も出てきたりしてたんで、やっぱそういうのが出てくる前提で強くしないといけないだろうね。ってな気持ちでやってますんでね。まあ、とりあえずここがもう動画で出る頃にはもうテリワン全部コンプリートして終わってんじゃないかなと思うんですけど、リアルでは。まあ、楽しみはね、ちょっと後に取っときたいから、その黄金鏡も行きますけど、日付変わればあれもう一回戦えるのかな。もうちょっとで変わるので、12時以降またやろうかなと思うんだけど、12時じゃなければ朝の6時とか、そんなんかな。で、お金どのぐらいある？ 7 万か。で、ゴールドカード買ったんで、虹の卵とか買えるよね。で、お金も貯めやすくなってるので、まあ、そういう場所があると思うのでね、よっしゃ。今回これちょっと狙ってきた。どこの扉でもいるからね。はい、さあ何が出る？そうそう、スライダーガール欲しいな。あー、タイタニスとサソリはもうこんなん初だね。でもどっちも捕まえてるんで倒しちゃいましょう。むしろこっちの方が強くない？あれ、ゼメルギアスより強いのいるよね。サソリはもう強いの。もみじ小僧なんかも捕まえたよね。捕まえてるな、ちょっと待って、なんか捕まえた記憶ねえんだけど、これ。多分捕まえてる、普通に、これは。ああ、普通に捕まえてます。狛江のね、だいぶ作ったんですけど、ところどころやっぱ抜けてんですよね。この時って青天の霹靂なかったんだっけ？ダメージ限界突破。999最高なんかな？テリワンは。だったら、もうそれ以上のダメージがないんだったら、それなりの相手なんで。ああ、主様とエビルアングラー。主様は、あれ？
捕まえたので、これってあれなんないね、オーシャンボーンとかダイオウクジラとか。案外強いね。おお。あれ、恐怖魔獣メーザーより強くね。エビルアングラは自分で多分作ったね、これ。ああ、こんな感じか。エビルアングラはドラケ4にいたキャラクターですね。呪いのランプは6かな。チアーノンとヘビラーマー、ここは天候どうなんだろう。ああ、こういう感じね。鏡、あとレアモンスターとか多分いるかなと思うんだけど。まあ、こういう扉も面白いよね。まあ、まあ、レベルは今までの扉の方が高かったかもしれないけど。いないな。他国のマスター狙いなんだけどね。あ、こんないんだ。エビだ。捕まえんのかって話だけど、別に捕まえなくてもいいんだけどね。この方が手取り早いの。エルギオスがそんな増えないな。うわ、めんど。余計めんどいよね。捕まえたらその場で終わりなんだけどね。これって亡者の執念持ってなかったっけ？ガルーだって。お。こうやって2倍になんないんだっけ？この時って。チェイン。いないよな、他国のマスター。偽物の井戸ありますね。でも、ああいうのは取っといた方がいいかね。井戸魔人。井戸魔人いいけど、井戸招きとか、フォールファントムとか、ね、デスホールだっけ？あんなんいないよね。多分、また新しい、なんだろう、モンスターズ出たらそんなんいそうだよね。色違い。青と、緑と、紫かな。そしてなぜかドラクエ4のリメイクにドラクエ6で出てきたね、ものがいますからね。色調べたら、おっ、やった。これやっぱいつあれでも熱いよね、他国のマスターはね。どうでもいいのは倒しちゃいますけど。あっ、マジか、キラマシンが出てきた。これはキラマシン2と交換。まあ、どうすかな。ダークドラム配合しちゃうかな。ダークドラム好きなんだけど、このパーティーだと、リュメイとね、魔王の使い今外せないんですよね。究極だから。だからダークドラムも究極にしようと思ったんだけど、
エルギオスも自分使いたいんだよね。だけど、エルギオスか、ダークドライムなんだよな。足引っ張ってんのが。だから、ガナサダイは、多分もう、これ配合すれば、あ、持ってねえのか、今。究極ガナサダイにできるってことだよね。OK。キラマジンガって、打刻しか持ってないんかな、もしかして、今回は。これ作れたっけ、これ。今セーブしたんで、またやり直しますけど。いやー、怖えな、これ。本当に。キラマジンガいいよね。これ、ちょっと、トラウマモンスターですよね、ドラクエ6の。もう使わないぞ、シナリオ。スカウトパーセントアップとかね、まあ、テンション貯めて打ったらね、もっといくでしょうけどね。うわ、恐ろしい。もう一回ぐらいか。キラマジンが強えよな。あ、ダメか。あ、ちょっとやり直しますね、じゃあね。はい、キラマジンがゲッチュ。これは連れて行きたいな、さすがに。この私が歯が立たんと足方に約束通り武器をあげよう。お、鬼の金棒。やったね。キラマジンガは、もう一体欲しいかな。究極キラマジンガ作りたいな。ちょっと待って、スカウトのさ、究極じゃないや、キラーマジンガって何持ってるこれ。あ、キラーマジンガスキルだ。あー、まあ、いろんなあるよね。まあ、攻撃アップでも攻撃メインにしたいから、まあ、1枠だけどね。100だったら、これ、4つつけれるとかないんだね、これね。そういえば。あれは調整配合とかそういう話になってくるのかな。調整配合回かな、ジョーカーだと。ここってボスなんだっけ？なんかちょくちょく自分のやり忘れてますよね。前も扉忘れてましたし。まあでもおかげさまでいろんなマスター会えるからいいでしょうけどね。さて、エリルワンドと、あ、低い鳥とガルダか。ゴールデンゴーレムもね、ちょっと集めたいかなーって思ってるんですけど。さて、こういう場合はレミナーマそうです。あ、この先だね。まあ一応、まあ裏ボスクリア後ですけど、企みの扉行ってみたとかね。キラマジンがゲット。出てきた瞬間もう捕まえるまで自分やるんで、まあゲットですけどね、肉は取っとこう。あと怖いモンスター捕まえておいてね、捕まえてないモンスターみたいなことやれば、まあ、表示はされると思うんだけどね。ガルーダ捕まえたから、いいっしょ。ガルーダと、あれが今度出てきたキラーマージンがまた捕まえて、いけばいいかな。他国のマスターまだいそうな気はするんですよね。別に急いでる旅じゃないので、早くやらなくちゃいけないなんてことは絶対ないので。
当然上手い人でもね、絶対初めてやった時ってあるわけですからね。お、琥珀草。だから下手だって人に言う人は、その自分が初めてやった時のことを忘れてるってことなんでね、初心は大事ですよって話なんですよね。で、初心を忘れずにっていう意味で、まあ自分の数棒の形は小文字にしてるんですけど、最近大文字になってますけどね、間違って大文字にしちゃってね、名前入れちゃったんだけど、前まで小文字だったんですよ。まあどっちでもいいんですけど。天狗になっちゃったら終わりってことですね。そう、なんだろう、やっぱりその力がね、それだけあるから、やっぱそれなりのことはできるんだろうけど、もう人がついていかなくなっちゃいますよね、そうしたらね。独裁者と一緒になっちゃうね。ついていきたいって思われるのか、無理やりついてこさせようって思うのか、どっちかってことになるんで。まあ、どっちの方がかっこいいですかって話ね、簡単に言えば。あ、メラパにシックルがいいんだ。あれってレアでもないが、いるね。これは、まあ別に捕まえるまでもないね。ランク A かな。もう一個の扉も行きたいよね。これすげえ力追っかけてくんな。今回はね、イザナイルーラーで終わりとかないので、もう最後まで行っちゃいますんで、とりあえずモンスター爺さん倒して、タクラミの扉も行って、日替わりだからね。前も日替わりあったかな、確か。お!いいじゃん、最後の最後にこんな。あ、ちょっとまた回復しとこうか、せっかくだから。あ、いいかな、いいや。どっちみち何出てくるんだろう。あ、やっと出てきた地獄のマドンナ。一回出てきてたんですよ、だいぶ前に。なんだけど捕まえてなかったんで、どっちか捕まえよう。ローズダンスと地獄のマドンナだね。ローズダンスを捕まえようか。やった。どうせまた出てくるしね、何回もやってれば。霜降り使っちゃうか、全部。ね。お、やった。だから、後で捕まえられるモンスターとかでも、わざと自分作ってたりするし、一回ね、捕まえたモンスターでもわざと作ってね、こういう風な本当は作り方なんですよねって動画で紹介してると思うんですよね。暗黒の魔人とかそうですよね。だから、あ、こうやって作りますって動画紹介した後にね、そんなの作んなくても捕まえられるんですけど、みたいなね、よく言われる時あるんですけど、わざとやってますんでね。捕まえられるかどうかはちょっと忘れてたのもあるけど、全部は全部覚えてないし、まあ、動画なんでなるべくは作りたいかなってのもあるんでね。ただその先のモンスターはこれ取れるんですけど、そこまでのモンスターね、なかなか捕まえる機会とか作れる機会ってないので、だから、サージタウスも自分取っちゃいましたけど、いたな、なんか。あれも道中のモンスターね、なかなか捕まえてなかったりしてましたもんね。さて、何が出てくる?また同じの出てきたらいいけどね。取れ!あー、待った、これどうすかな。キングモーモン捕まえて究極にしてもいいし、ローズバトラーもいるし、
そうだね、怒るまでとりあえずやってみて、捕まんなかったら倒しちゃおうか。まあこれ他国、あ、他国じゃない、巡り合いの扉にいるし、普通にこれ。ローズバトラーのは見かけてない。キングボーマー飛んでてましたね、普通に。うわ、倒した方がいいかな。お。麻痺ついてんのか、喉だな。うわ、強え。うわ、マジか、全部寝ちゃった。まあ、気休めだけど。なんかもう、この、ここ攻略したとダークドラム配合しちゃうかな。あれがいいんですよね。先はいるんだけど、アルダララってのも面白いけどな。どうすかな。うわ、そこ、あ、マジかよ。ラスボスより強いよね普通に。お、勇者か、くじけの心。余計なスカウトしていたからね、形勢逆転になっちゃいましたね。まあ初めてキングモーマンだったら嬉しいけど、一回捕まえてますんで、その道中が欲しいね、やっぱりね。もうイザナイルーラ調べていきましょうか。あ、一人箱だ。これ小さめだる、小さめだる。次回辞表回ろうか。なんか1日1回しかできないの、まだありそうな気はするからね。あ、これか。あ、仲間に言ったら、いや、君は誰？僕の大好きなモンスターの匂いがするよ。これ作りましたね。ガルマツオか。母、さては君、モンスターマスターだね。いや、そんな時代の遅れだよ。今は自分が魔物になるのがトレンドさ。みんなモンスターになればいいんだ。たっぷりの魔素を浴びてね。いや、にゃはは。これはジョーカー1ですね。回復したっけ？あ、回復してねえわ。まあ、捨てなくてもいいや。さっきの他国のマスターの方がよっぽど強いような気ですけどね。まだ終わらんでくれよ。
でもやっぱそこそこ強いんだ。もう一個扉あったね。まだあると思うけど。いやあ、負けちゃったよ。あ、でもいいこと思いついたぞ。モンスターになった次のステップとして、モンスターマスターの君についていくよ。マスターに使われるのもモンスターの醍醐味だしね。にゃはは、僕天才。はい。ガルマッツォが仲間になった。まあ、ジョーカー1もやってましたけど、とんでもねえ配合ですよね、これもね。はい、今仲間にした魔物は二度とこの扉には現れないみたいだね。配合するときは気をつけるんだよ。それじゃあ帰ろうか。あの、デュランとガルマッツォでダークドレーンができるんで、あ、そっか。あ、でもどうすかな。究極、ダークドレーンも作ってもいいけど、そうするとエルギオス外さなくちゃないよね。キラーマジンガも強いんだよな。あ、なんだけど、ダークドレーンもちょっと配合して違うのにしちゃうか。まあ、作れるからね、普通にね。あと、巡り合いの扉行けば普通に出てくるので、それを2体スカウトしてね、あげればいいので、ただ、スキル困るんだよね。そうなってくると。お、テリオ、ガルマツを仲間にしたか。ガルマツはモンスター好きが高じて自ら魔物になってしまったという。テリオ、そなたもいずれあのようなキモい魔物になるんだろ？それ言い過ぎ。お、ちょ、言い過ぎたか。はっはっは、精進するんじゃぞ、テリー。それではわしは失礼する。急いそいそいそ。ねえ、まさかまさかのちょっと企みの扉。まあこれって多分いけてたよね。あそこ一回じゃんけんして開けたような気ですけど。あ、いたいたいた。あー、まあでっかくなっちゃうので、代わりにキラーマジンガ入れよう。それでこのね、海王神ができんだけど、これがね、後の配合の一角かな。まあ、遅いとこか。これと申請と、あ、5個あんのか、ちょうど。これも強いけどね。はい、ズドン。で、これを、まあ、入れときたいので、それでキラーマジンガ取ったので、これを、あー、竜神王は嫌だな。また竜神王と、あー、そっか、こっちとレティスでどう、まあそういうことだよね。リオでいいか。これでプラス99キラーマジンガができるんで、とりあえずね、究極欲しいけど、まあいいや。これをちょっとレベル上げとこう。常に魔法カンタとドキドキバイギルト自分。バカか、これ。そうだね。はい、あとは。ああ、デュランいいんだったらガルマッツを作ってね。もういいし。まあ、次また変なの入ったらね、エルギオス。おう、テリーよく来たの。辞表の国では大活躍だったな。なぜそのことをしておるのかじゃと？あは、まあ、小さなことは気にすんな。さあ、そんなことより小さなメダルじゃ。おい、何枚になった？お、あと13枚でゴールデンスライムですね。なので、次回はちょっと辞表とか色々回ってね。またメダル溜まったらもう一箇所扉行けると思いますので。まあ、今行けんのかな？まあ、どっちみちまだね、配合して作んなくちゃいけないのいっぱいあるので、まあ、それをやりながらやっていきたいと思います。はい。とりあえず今回これ終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの流し上げるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。